どうも、スタディーコーチ代表の三沢です。古橋圭司です。お願いします。翔太陽です。お願いします。今回は、東大流の最強の暗記法について、ディスカッションプレストをしていきました。単語帳いくらやっても覚えれないとか、暗記のノートどんだけやっても覚えれないって、暗記には絶対正解があります。東大生も実際に実践している、その正解の方法について、後半で詳しく説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、さあ行こう。さあ、ではここからは最強の暗記法についてブレストしていきたいと思うんですけど、8月2日に投稿した、まあ、3人でやった英単語の勝負というか、50個を10分間に何個覚えるかっていう動画、2人の点数がすごすぎました。まだ見てないよという方はぜひ概要欄のリンクよりその動画見てみてください。なので東大最強のお二人さん最強の暗記法について思いつくことあったらどんどん教えてください。僕が一番大事かなと思うのはやっぱりテスト形式でやる、はいはい、隠してやる、まあ、赤シートでも手で隠すと何でもいいんですけど、うん、そういう感じでアウトプットしようっていうのをせずにただ書いて覚えるとかただ口に出してるだけだとやっぱり覚えないので、うん、思い出せなさそうなものを頑張って思い出すっていう努力をすることで覚えると思うので。なるほどね、はい、テスト形式でやったら大事かな。それこそ翔太さん、この間の英単語とかはテスト形式で自分でやってたって感じだったっけ？そうですね。あれは自分で紙を折って隠して、見比べていくっていう形を取ったんですけど、うん、まあそれでもいいし、あとは友達と一緒にやるとか。単語帳だと順番になってるから、あ、この単語の次これだったなっていう記憶でいけちゃうとかあると思うんですけど、うんうん、友達と言えばバラバラに出してもらうことができる。確かに。それは結構おすすめかなと。そうですね。これも鉄則だと思うんですけど、もう短い期間に何周もするっていうので、うん、まあ例えば英単語1000個覚えようとしたときに、じゃあ1日10個で100日で覚えますって言ったら、うん、10個ずつやってって100日後に最初の10個覚えてるかって言ったら忘れちゃうと思うので、忘れるか忘れないかギリギリのところにもう一回やるっていうのが大事なので、短い期間に何週もやって、そういえば2000冊の英単語帳だったらもう実際1ヶ月とかでも3、4週して覚えちゃうぐらいの勢いでどんどん早くやってた方がいいかなと思います。もうまとめてやった方がいいもんね、はい、多分ご存知の方もいると思うんですけど、エビングハウスの忘却曲線があるんですけど、人間は1回覚えたものを1週間後には 80% ぐらい忘れちゃうっていうのは生き物なんですよね。なのでもう何回も何回も短期間にやり直しをするっていうのはすごい大事だと思います。私結構これ実践してた方法があって、うん、例えば月曜日に1から50の単語を覚えたら、うん、火曜日に絶対それを含めて1から100をやるんですよ。そうすると、まあ、だんだん毎日増やしていけば、最終日には1から300を全部、まるっと覚えてる。結構分量多くって。多いんですけど、思ったよりいける？もう毎日やっていくことで、例えばその1から50っていうのは、1週間でも7回見るわけですよ。はいはい。そしたら結構覚えてられるし、例えば月曜日1から50やったら、火曜は51から100っていう50個をメインでやって、うん、1から50は昨日やってるんで、さらっと見るだけで思い出せる。うんうん、これが1ヶ月後とかになっちゃうと完全に1から覚え直しになっちゃうので、うんうん、そのコストはすごく下げて効率よく進められるかなって思ってました。コスト効率頭いいねあとそれで言うと、もう完全にこれ覚えたよってやつはもうやんないようにする、うん、もう分かってるでも何回もテストしてる人とかいるんですけど、そんなにもうただ自分ができることを確認してるだけなので、うん、分かんないとかギリ思い出せるか微妙ってやつを定着していくっていうのが必要なので、うん、もう覚えたやつはチェックつけてやんないようにする。他ありますか？そうですね。ちょっとこれは結構大まかなやり方だったんですけど、結構細かい覚え方としては、一つの単語に関していろんな知識を結びつけるっていうのをやっていて、なるほど。まあ、結構一問一答とかやってると、うん、もうこの文章ならこの答えはそうだけど、他の角度からそれを思い出すことはできないと思うんですけど、うん、それだとやっぱ記憶として弱くて、いろんなところからその単語を引きずり出せるようにしたい。うん、何かちょっと理解が曖昧な単語とかがあったら、用語集とか資料集とかを見てみて、うん、その単語に関連するいろんなものを覚えることによって、記憶を強固にしていく。うんうん、なんかイメージだとスクラムを組むようなイメージで、はいはい、単語同士がいろいろ結びつくことによって記憶として強くなるような気がするので、いろんな知識を結びつけるトライやってました。確かに忘れちゃっても他のところから思い出せるもんね。うん、それがあるだけで全然安定性が違うと思います。うん、結構、特に社会の用語とかだと、その問題文を見て単語が分かるっていうのは大事なんですけど、うん、最終的に理想な状態としては、もう単語を見て、その定義だったりとか関連する事項が文章としても自分で思い出して書ける。それぐらいのレベルまでいけるのが、まあ、理想かなっていうふうに。すごいね、そこまでいけたら。そうですね。本当に僕、ずっと目指していけた。英単語やるときも、うん、最終的にはやっぱり日本語から英語を出せるようにしたいし、社会の問題やるときも、単語を見てからその説明を書くみたいな感じで、うん、問題集で想定される逆の方法で問題を出しても答え出るっていうまでいくと、うん、相当理解ができるかなという、うん。余裕がある方はここまで意識してもらえるといいかなと。あとは、私は座って覚えるよりも、うん、結構歩き回りながら覚えたりとか、うん、電車で移動しながら覚えるとか、なるほどね、そういうのいいなと思ってて、テレビかなんかで行列で
で並んでいる時って実は覚えられるって見たんですよ。周りの景色とかそういうのと結びつけながら記憶に残るから、はいはい、ここですか、いろんな知識と結びつける、いろんな記憶とっていうことですか。そうです、知識同士じゃなくても経験とか、あの時やったのとかでも意味あるから、うん、なるほどね。そうですね、それを結構実践しようと思って、あんま行かない公園に行って、うん、覚えにくいやつ覚えてみたりとか、うん、そういうのやってました。なんか確かに同じ場所でずっと英単語帳とか覚えるやつにしたら、うんうん、頭がなんか煮詰まるというか、うん、そうですね、もうなんか何やってるかよく分かんなくなるみたいなのあるから、うんうん、ちょっとリラックスというか別の環境で知識を入れていくのも大事なのかな、うん、はい、と思います。けどそれ関連で言った音読すごいいいと思っていて、うん、まあ普通結構やっぱり覚えるって書く人が多いと思うんですけど、はいはい、書くのと音読だとそのスピードが全然違う、うん、1語書く間に10回は発音できると思うんですよ。そうだね。音読をするとやっぱこれよく言う話だと思うんですけど、耳でも聞こえるし口でも言うし、うん、いろんな感覚を一番効率よく刺激できるのが音読なので、うん、ぜひあの隙間時間とかでも音読とかやってもいいかな、うん、確かに書く暗記って意味あるのかな。いやちょっと書く時間がもったいない、意味なくはないと思う。なんか青ペンで書いたら覚われるとかもよくあるけど、たくさん喋った方が何回も何回もできるから、まあ、書くよりも喋る方が大事なのかもね。ただ私は結構一回は書かなきゃなっていうふうに思ってて、なるほど、私英単語帳の例文の暗唱結構やってたんですけど、うん、基本的には音読で覚えてなんですけど、あ覚えきったなって思った時に一回は書いて実際にアウトプットをする、はあはあ、頭の中でやってるだけだとミスに気づかないんですよね、うんうん、なので一回書いて客観的に見て、あここ間違ってたってなんで一回チェックする必要はあるかなと。しかもまあそれスペルの練習にもなるし。そうですね。そうか、何回も書く必要はないけど一回はチェックするべきかな。うんうんうん、まあ大体これで言い切ったので、ここまででブレストは終わりたいと思います。このように10個出てきたと思うんですけど、まあ、ここからトップ3、何が暗記にとって大事なのかを考えていきたいと思います。私は絶対1個入れようってのがあって、はいはい、短期で何周もする、まあ、これは本当にそうです、絶対自分もここ入れます。まあここは入るんじゃないですか。絶対言うとおり、そうださん僕も入れます。これは間違いなく、ここもマジで暗記の極意、うん、短い期間で話せるのにね。他どれでしょう。でやりやすいなと思ったのは、うん、いろんな知識と結びつける。あ僕もそれ入れたいです。これ多分特に分付き合いするのは本当ですか。完全にもう完全にですね。いや本当大事じゃないですか。やっぱ暗記正解ありますよね。そうだ、暗記は本当に違いない。暗記できない人は多分頭の回転が悪いことは全然なくて、ただやり方が間違ってるので、これを改善の余地マジであります。単語が50点中47点取れた翔太さんが言ってますやってて、いや本気でやってないじゃんっていう、うん、もう書いて満足する人が多いので、うん、これやるだけで全然違うから。そうだね。あとどれだろうね。こう前にちょっとずつ増やすが具体的にやりやすいかなっていうのを、うん、なるほど、3秒ですよね、うん、入れる。いやちょっともう一個それか単語から説明できるまでやる、うん、どっちどっちかなんですけど、まあちょっとずつ増やしにします。 OK、はい、テスト形式。テスト形式、まあ、テスト形式は僕もちょっと当たり前というかもうやるもんだと思ってるんですけど、そう言うなら絶対変えます。変えます。テスト形式に変えます。揺らぎますね。そうか、まあ、自分は音読かなって思ったんですけど、まあ確かにテスト形式でこういうのちょっとブツブツ滑ってながらとか、うん、一番大事なのはこっちだと思うんで、じゃあこの3つですね。じゃあどれが3つの中で一番大事だと思いますか。まあ大事で言ったら短期で何周も、まあそうですね、これが1位。じゃあ次、いろんな知識と結びつけるとテスト形式。どっち？あー、悩むね。まあでも、その、形式的にやっぱり、真似しやすいのはテスト形式でやること。うん。で、細かい工夫としていろんな知識と結びつけるところがあるかなっていう感じなので、テスト形式を上にした方が、OK です。じゃあ、こっちが2、こっちが3。はい。はい、ということで、暗記はやっぱり今出してみて、正解があるんじゃないですか？この3つはやっぱり暗記で大事なポイントです。なので、まあ、今日から暗記する皆さんは、ぜひこの3つのポイントを意識して、暗記の学習を進めてみてください。はい、ではここまでで、ナンバー3出していきましたが、まあ、この3つの中からもう少し短期で何周もテスト形式はもうその通りなんですよね。まあ、さっき話した通り。なので、このいろんな知識と結びつけるっていうところで、実際に2人がどういう風にやっていたのか、お話ししてもらいたいと思います。じゃあ、フラッシュ君、どういうふうなやり方でいろんな知識を結びつけるか。そうですね。まずは、普通に単語をやったときに、うん、英単語もそうですし、まあ、世界史の単語もそうなんですけど、その単語が出てきたら、まあ、例文をちゃんと確認するとか、うん、高いの単語だったら、なんか前これの人、同じ名前で
ってきた気がするなって思った人をもう一回調べてみたいみたいな感じで、一方から覚えるんじゃなくて、それが覚える単語に関しても治療者ではいろんな知識を調べ使って、一回覚えるときにもいろんな知識を関連付けるってやってました、うん、それって社会の勉強進めるって結構時間かかるんじゃないかな。そうですね、本当に時間がかかるんですけど、そこは面倒くさがらずに絶対やるようにしていて、あとはなんか単語帳とかやってるときに問題文の方でこれなんだっけみたいな、でも出てきたときも絶対それは絶対調べるようにしていて、そうするだけで今まで見えてなかったつながりがいろいろ見えてくるので、どんどん知識が強固なものになっていくんじゃないかな。なるほど。じゃあもうある知識をもう出てきた用語とかを調べて、他のところつなげてつなげてつなげてって、いや、そういう感じです。全部つなげていくっていう感じか、はい、連想ゲームみたいな感じでいっぱい出す。なるほど、はい、こうめんどくさいと思うんですけど、いや、これやりきれるかどうかだよね。本当に僕もめっちゃめんどくさいって思ってたんですけど、うん、せっかくこんな結びつけチャンスがあるのに、うん、もう逃すのもったいないなって気持ちで我慢してやってました。めんどくさいのは絶対なんですけど、その上でやってほしいなと。これが史跡の勉強法です。はい、真似したら東大史跡合格です。まあまあまあ。じゃあ次、翔太さん、はい、どんな感じでやってましたか？私がやってたのは、まあ、特に英語についてなんですけど、英単語って結構語感とかそういうのを意識して覚えるのが一番いいなと思ってて、単語帳で言うと鉄壁とかが割と語感ごとに単語が小になってまとまってるんですよね。そうだね。なのでそういうのを使って、これこの単語とこの単語は、まあ、多分語源が一緒だなとか、そういうの意識しながらそれも派生して、例えば一つの単語で、あ、これなんか似てる単語前覚えたけど何だったっけなって思ったら、語感で調べて、あ、これだこれだっていう風に思い出すっていうのを繰り返すっていうのはやってます、うん、なるほど。一個の英単語の派生でも一個のグルーピングしてから覚え、まとめて覚えてっていう感じですか？そうです。なんかこれ何がいいかっていうと、初めて見た単語でも大体意味が推測できるようになるんです、うん、確かに推測できると、教文で初めて見ても読めるし、あと新しい単語でも覚えやすいし、うん、これすごいおすすめかなって思います。基本的にフォルダ巻きみたいなイメージでまとめてまとめて覚えていくと、うん、そうすればまあフォルダの外枠さえ覚えておけば、中に入ってるものは大体予想もできるし、ね、いい覚え方、はい、本当こういう細かいところとかを意識して勉強できるかどうかで暗記の速度が変わってくると思うので、ぜひ実践してみてください。はい、ということで今回の動画は東大生の東大流最強の暗記法についてお話をしていきました。二人の暗記法はすごいためになることがあって、まあ、自分も今後の学習を進める上ではぜひ実践してみたい内容だったので、ぜひ視聴者の皆さんも実践してみてください。暗記法以外にも東大生の勉強法について知りたいよという方は、概要欄から公式 LINE に無料で登録することができるので、そこで東大生の勉強情報いっぱい発信してるので、ぜひ登録してみてください。私こういう暗記方法やっててすごいおすすめですみたいなのある人はぜひコメント欄に書いてみてください。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今後の動画の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上となります。一緒に大学受験を頑張っていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。